4月17日午後11時14分ごろ、宿毛市で震度6弱を観測する地震が発生し、住宅の瓦が落ちたり街路灯が倒れるなどの被害が相次ぎました。おととい、いい感じに綺麗になりまして、地震により自宅の擁壁が崩れた宿毛市和田の坂田久代さんの住宅では復旧工事が完了し、新たな擁壁ができていました。これは地震発生の翌朝に撮影された映像です。倒壊した部分は高さおよそ2メートル、横幅およそ10メートルで大きく崩れている様子がわかります。地震から1ヶ月半が経過した5月下旬から崩れた部分の撤去が始まり、およそ1週間ほどで作業は完了。その後、崩れた壁の近くにあった物置を撤去し、およそ3週間をかけ復旧工事が行われました。天災なので仕方ないかなと思いまして、まあ人災がなかっただけでもありがたかったです。4月の震度6弱の地震を機に家族の防災意識が高まったと話します。ちょっとダメなところを修繕していかなくちゃなっていうところに目を向けます。避難場所はどこにするとか、まあ、もし地震があったとき家族でどう集まるとか、そういう話し合いはしてます、するようになりましたね。防災意識は高まりました。一方、昨日地震により鳥居が倒壊する被害があったこちらの神社、ご覧のように3ヶ月が経った今も落ちた鳥居はそのままになっています。地元で宿毛のこんぴらさんとして親しまれる宿毛琴平宮では、今も崩れた鳥居がそのままになっていました。宮司の岡崎俊久さんによりますと、現在業者が修復の方法を検討していて、工事が始まるまでもうしばらくかかりそうだということです。宿毛琴平宮では地震の直後から鳥居の修復に向けた寄付を募っていて、昨日までにおよそ270万円が集まったということです。引き続き支援を呼びかけていくことにしています。鳥居が倒壊して悲しいというお声をいっぱい聞いてまして、早く再建できたらいいねというようなお声掛けをいっぱい頂戴しているところでございますので、一日も早くですね、再建していきたいなと、そのように考えています。宿毛市は6月議会で木造住宅の耐震診断の費用を全額補助する予算の増額を決めていて、耐震診断の申し込みは昨日時点で89件と、昨年度1年間と比べて3倍以上に増えているということです。今回の地震を忘れることなく、防災意識を高く持つことが、より深刻な南海トラフ地震に備えるための重要な鍵になります。